アルフォンス・ド・ポワティエの字、アルフォンス・ド・ポワティエは、フランス王子。ルイ・西王の弟。1241年より、ポワティエ博、サントン・ジュ博、オーベルニュ博。結婚によって1249年より、トゥールーズ博となった。ルイ・ハッセイと、王妃・ブランシュ・ド・カスティーユの子として、ポワシーで生まれた。百二十五年、父の意志によって、ポワティエ、サントン・ジュオーベルニュの、 格白用。最初、ユー具十世とリュジニャンの娘イザベルとの結婚が画策されたが、1229年のパリ条約、発行で結婚は無効とされた。条約で、トゥールーズハクレーモン七世の娘ジャンヌドトゥールーズとの結婚が取り決められたためである。結婚契約は、レーモン七世が、白領の養液権を保持していることを明記していた。そしてその権利すべては、 父の他の所有物を継承することになっているジャンヌに引き継がれるものとした。彼の青年時代はあまり知られていない。もっぱらアルフォンスは、ルイ・セオーの生涯の中で彼の仲間の一人として登場する。アルフォンスは1241年に騎士に列せられた。彼はサンテュール・ミリテールを受け取り、ソミュールをアパナージュとして授けられた。その年の終わり、 イングランドをヘンリー3世とアルフォンスのギフレーモン7世の支援を受けた、ポワト版の有力貴族遊具10世とリュジニアンの反乱に直面した。兄類9世の助けを受けて、アルフォンスは陰謀の一部を明るみに出し、反乱軍の手に落ちた町と城を取り戻した。そして1242年7月のタイ遊ブールの戦いで反乱軍を敗走させた。平和が戻ると、彼は、 反抗的な家臣の拠点の一部を没収し、反乱の起きた領地の監視を強化した。彼は兄類旧世と共に第7回十字軍に参加した。彼は多くの資金と相当な力を突き込んで、1249年10月24日にダミエッタに到着した。その後町はキリスト教勢力にすぐに陥落させられた。マンスーラの戦いでも、 兄と共に戦っている。1250年8月10日、彼は故国へ向けて出航した。帰国の途上でギフレーモン七世が、新しい伯爵として彼が白衣につくのに若干の抵抗があったが、摂政ブランシュの助けを借りて反発を抑え込んだ。トゥールーズ伯領はアルフォンスのアバナージュの一つとなった。伯領と共にアジャネ、ルエルグ、アルビジョワの一部と、 ケルシーも相続したが、これらを帰国まで管理したのは、母で摂政のブランシュと、彼女が信頼を置いていたサンティレール教会の司祭であった。アルフォンスはフランスで最も裕福な王族となった。1252年、母ブランシュが死ぬと、弟のシャルル・ダンジューと共に、兄ルイ・西洋が帰国するまで、共同摂政を務めた。彼は1259年のパリ条約につながる。 交渉や遠征の大部分に参加した。この条約によってイングランド王ヘンリー3世はフランス王がイングランドの反乱勢力に対して言っていた支援を停止するのと引き換えにフランスに領有していた領土を失った。十字軍とは別にアルフォンスはもっぱらパリに滞在し彼の役人が彼の所領を管理し役人を見張る検察を置いていた。彼の主な仕事は 自分の領地にあった。そこでは彼は、アルビジョは十字軍による弊害を修正し、行政の中央集権を初めて施行した。従って、王領との統合のやり方を準備していたのである。アルフォンシーヌの名で知られる検証は、リオンの町に授けられ、アンシャンレジーム時代のオーベルニューにおける基本の民法となった。領地から上がる収入を増やすため、アルフォンスは貿易を促進させた。 彼は、ニオールとラロシェルニアールを建設した。レーモン七世紀の制作であった、バスティット建設を続行した。また、彼は、異端新問による語り破断圧から利益を得た。異端者が所有していたものを、自分の好きなように売買したのである。こうした圧力は、ユダヤ人に対してもかけられた。強制退去の恐怖の中、ユダヤ人たちはアルフォンス2248年の十字軍の、 資金に貯金を納めたのである。強制徴税は1270年にキリスト教徒に対しても行われた。アルフォンスはボンサンテスプリのローヌ川菓しでの橋建設を担当した。工事は1265年に始まり、1309年に完成した。ルイ・セウが再び十字軍を計画すると、アルフォンスは再び多額の資金を準備し、兄に同行した。 この十字軍で彼は生きて故国に戻ることはなかった。帰国途上の1271年6月にメッシーナを立ったが病となり旅を中止し、市営な近郊のコルネート城で1271年8月21日に休止した。詩人、リュテブフに騎士道のモデルとして印象を残したヒジャンルも8月25日に休止した。 母国から遠く離れての死であったので、モステイウトニクスが適用された。アルフォンスとジャンヌの間には子がなかったため、夫妻の死によって領地はフランス王領に併合された。彼が所有していたオーベルニュの一部であるオーベルニュ白領は従ってオーベルニュの王領と呼ばれており、後にオーベルニュ公領となる部分とオーベルニュ白領を混同してはならない。 1259年のパリ条約では、アルフォンスに子がないバーヤ・ジャネット・サントン・ジュナン部は、イングランド王に活動することと明記されていたため、彼の仕事直ちに条約通りに履行された。ありがとうございます。